これ何チーズフォンデュでしょう。やったー、こいです。みさちゃんごめん、リチまだやってなかった。意外とね、やってない毎回言ってるよね、意外とやってない、やってなかったはず。千葉が出してたのね、うん、最近調子いいですからね、千葉さん。チーズフォンデュってことはもうシンプルにチーズにくるまれたもの。はい、なるほどね。いやちょっとこれはむずいかもしれない。無理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 クソ弱気。もう俺も最近はもうダメなのよ調子が。これがあるってことは、まあ2月にチョコフォンデュが、お、なるほどね、控えてるってことだ。いやでも分かんないよ、もう全員マジで誰も当てれなくなって最終回って最終回今バカ舌3人の戦いにしよう。あ、今日バチバチいこう。オッケー、下を何それ何それ。それではやっていきましょう。ファイヤー、ちゃんといじる準備しとけよ。なんか、まあ間違える気ないけどね。だって俺、ともやんの誕生日会以来食ってないよ、チーズフォンデュ。いきますよ。最初は、こちら。チーズですげえな。なんだこれ。まあ、大外しではないと思うわ。これ食感もすげえ変わるっしょ。味の分類は絶対合ってると思う。マジ誰からいきますか。あ、もう誰からでもいいです。じゃあ僕からいきます。僕こちらフレンチトースト。あのね、ちょっとパンの甘みみたいのがあったんだよな。でもチョコ入ってなかったっすか。チョコチップスティックのパン。あ、だから俺もほぼ一緒です。チョコチップメロンパン。あれ、チョコチップメロンパンかチョコチップスティックパン。だからそのあったかさでチョコあんな溶けんの。でも全然パンだった。フレンチトーストはそのチーズのあれで食べた。チョコ入ってたけどな。どうだろうな。確かにまだどうだろうな。あ、俺あのキモいパンで加工したんですよ。あれ、これね。そうそうそう。ただ溶けてあんなにチョコダラダラ出てくるみたいな。正解はチョコチップスティックパン。おーい。まあ、俗に言う、キモいパン。あ、マジ？マジ？こちら。おお、ナイス。うわ、キモー。たっぷりチョコチップになる。くさー。なるほどね。やっぱもう、バカ人卒業してますね。そんなことはないよ。そんなにも今日は入ります。次は、こちら。フレンチトーストはねえわ。フレンチトーストはねえ。まあ確かにチョコチップフレンチトーストだったらまあそんなもんね。話が別だったけどな。カフェラ、これはまたいいですか。はい、大丈夫です。イージー、まあ、イージーやね。イージーどうだーす。出た、久々にイージーなの来た。せーのせーの、せーの、シータラ。おお、正解はシータラです。よし、しましたしました。全然だわ。2連続正解じゃん。まあでもすげえね。でもチョコチップスティックパーってやつ。さすが。すげえ。さすが元野球部。いや、すごいっしょ。野球部じゃなかったら当ててないからな。あれは野球部でよかったな。そう、本当にそうなんだ。ちょっとフレンチトーストないわ。ん？そんなこともねえぜ。いや、いや、チョコとチョコは欲しかったかな。だってチョコが分かってないから。まあ確かにチョコは欲しいところではあったよ。俺も、それは思った。何が？どういうこと？欲しいよ、それ。チョコ外すんだお前。チョコ野郎なのにお前。人生チョコ野郎なのにな。いや、その当ててマジで。このうん、これはむずくない。知ってる味なのに出てこねえんだよな。これは来た。一回一人当てさせてほしい。一回懐かしの一人当てさせてほしい。ムーズィードゥダンス？ムーズィードゥダンスだね、でも実際。いや、これはでも俺も寸前だったわ。マジ？これ変えていい？ごめんから。じゃがいも。じゃがいもではないわな。じゃあ俺か。里芋。里芋ではないわな。なんかあの何なんだろう、あの香り。てか物によってクソ味の差出るものなんですよ。だから俺も一回悩んだ。アボカドですね。硬めのアボカド。多分ね。なるほど。いや、俺普段結構硬いの食わないからちょっと一瞬分かんなかったんだけど。まあ確かにアボカドっぽいな。あとマジでもう俺やっぱ食事制限原因だわ。アボカドって食うのよ。
あー、これがもしアボカドだったらやっぱ食事制限は舌に限界を迎えるんですよ。なるほど。いや違うかもしれないですよ、怖いのは。正解はアボカドです。やったー、ありがとう、久々だ。これはすごいな。でもいやもう食ってるもんだからだよ。すごい。いや食感でいっちゃったな。里芋とじゃがいも。けどチョコスティック当ててたもんね。そうだよ。そこはね、俺拍手だ。里芋素晴らしいね、やっぱり素晴らしい、やっぱり里芋かー。ポキボールとかでさ、お前アボカドとか入ってマグロとか入ってさ、まあそこに俺の大好きな、まあ、いりごまとかもかけたりするよ。その中のアボカドをお前里芋に変えてもいいんじゃん。嫌だねー、めちゃくちゃ嫌だねー。そうだよね、漢字で書いてたね、しっかり。あーもう里芋って漢字書けんの。そう、字だけはしっかり書く。もう答えよ、カタカナだ。あーそうだよ、漢字じゃないんだよね。さあ次いきます。うわ、久々に当てれたわ。アボカドすごい。こちらです。まずねー、やられたー。よく出たの食感から。気持ちよく終わらせてくれよ今日は。あ、うそだ。あーはい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 、なるほど。めっちゃいいし、こういうのでいいんだよ。あ、これはもう全員か。今ちょっと怖いよ、ね、怖さはあるけど、これ以外これ別に外してもいいわ。これ一緒です、絶対です。せーの、せーの、カレー太郎。あ、びっくりした、なんて言ってんので、効果音優先者みんなキャベツ太郎が。キャベツ太郎、あれ漢字じゃない。漢字書かない。里芋書けんのに。うん、漢字書かない。太郎書けないんだ。もう漢字書かねえし。でも、あっち系のなんて言うんだろう、ああいうもううまい棒とかの可能性もある。あ、そうだ。だから独特なあの酸味、ソースの酸味みたいなのと、まあ形を切ってなければ、そうそうそう。さすがにキャベツ太郎なんじゃない。正解は、キャベツ太郎です。よし、俺ら今日マジで調子いいんじゃない。いや、俺らな、それな。こういう日もあっていいんすよね。うん、まあでもあの次最後、次最後、最後は怖いんだから一応。要最終問題です。こちらです。あが、うわっ、チーズだ。最終問題でふさわしい。まあ一応投げた。こっちわかんない、ほぼ噛んだわ。中村さん、中村さん、俺もわかんない、ほぼ勘で書いてる。フレンチキャベツ太郎くんはかけたの。フレンチ太郎は当ててるから。フレンチ太郎くんはかけた。フレンチ太郎くんはかけた。フレンチ太郎くん、天を仰いでる。近いものも出てこないか、なんか。じゃあじゃあ、千葉から。羊羹。羊羹。羊羹。おっ、出てきた。熱っ。あぶねえ。羊羹じゃなかったら逆に何ですかってレベルだった、正直。正解は羊羹です。やったー。一応まだあと1個あるんだけど、1回やっとく。気持ちよく終わってやる。今日結構当て率えぐい。あれ、みんなレベル上がってるから最後1問やって、もう一回気持ちよく合わせて。オッケー、よくあそこから出たな。出たね。トモヤ大体あのゾーン入ったら出てこないのからな。最後当ててよ、マジで。いきます。この延長が大やけどね、つながる。そうだね、延長ってね、大やけどしてくれ。死ぬほどむずいの持ってきてんだよ。いや、これはもうね、どうなの、チーズフォンデュー染み込むやつじゃないとダメだった。そうだね、1個目マジであちらむずかったな。今延長戦ないのに、野球あ、今ないこれ、待ってはちょっと前までなかったね。うめぇ。ちょっと、チーズその冷めちゃった、ちょっと。はい、どうぞ。あの、今日は本当にいいリハビリ。いや、てか普段からこんなんでいいんだよ。せーの、おやつカルパス。おやつカルパス。おやつカルパス。おやつカンパニーのおやつカルパスってことでいいですか。いや、僕はあのセブンとかのちょっと太かったかも。おやつカルパスはちょっともちろんちっちゃい気しますけどね。確かに。俺はカルパスね。分かりよってんじゃないか、お前。まあカルパスでしょ。正解はカルパスです。よっしゃー、あ、ほらすごい。ジャッキーカルパスだよね。おやつカルパスはもっとね
じゃあ間違いにこれ使います。いや、俺もやつから考えたし。まあよかった、アボカドテレで。あれすごい。オッケーオッケーオッケー。赤字さじゃなくなってんのかと思うやん、もう。そんなこともないけど、アボカド分かんなかった。だから中くらいには戻って、え、絶対これのトレーニングの成果出てると思う。マジで。でもまあイージーな方ではあった今日。外してる子がいいんだから。俺がバカ舌だよ今のところ一番。いやバカ舌じゃない、キモいやつ。キモいやつ。ごぼうで調子乗ってろ。ごぼうの日してんだよこっちは。実績あるんだよ。いやいや、ごぼうでしょ。まだ、あ、いまだごぼうのこと出してくるやつは負けるよ次。よし、チョコフォンデュか。チョコフォンデュの間に何か挟まりそうだな。そうだね。チャンネル登録ボタンを。押せ。